ございます。もうすぐしたら夜が明けますね。さあそろそろ準備したいと思います。では本日の朝食、コーヒーとチーズ蒸しパンです。これもこちら北海道のメーカーさんなのかな、はい、いただきたいと思います。美味しいな。食べたら片付けして出発したいと思います。では後ほど。最高ニセコリバーサイドヒルキャンプ場ありがとうございました。おお、はい、皆さん改めておはようございます。本日はですね、3日目になります。3日目です。ですね、今から、ルート5号線を通って、東大沼のキャンプ場にね向かいたいと思います。昨日ちょっと申したかも分かりませんけども、特に今回はね多分大きなね見学スポットというかというのが多分ないかもわからないですけども、もしね目ぼしいところがあれば随時泊まっていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。天気の方は昨日ね夜8時頃に降りますってね雨雲レーダーで見てたんですけど降らなかったですね。で今日の天気はちょっと朝は霧がね山あいの方は、立ってますね。まあ涼しくていいんですけどやはりね景色がね全く見えなくなるんでちょっとねこの今日はどうかな。今日はね特に海岸線が多いんでちょっと海岸の天気までねちょっとわからないんですけども頑張っていきましょう。うわーすごい霧、景色もへったくれもあっちゃもんじゃないねこれ。これ朝だからかなこの霧は。朝キャンプ場の温度はね23度でしたね。まあそんなにね寒くもないんですけど多分ほとんど寝袋には入ってないですね。半袖半パンでテントの中にメッシュのテントで寝てました。わ、雨降ってきたぞ。ちょっと冷え、大丈夫かこれ。いや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 、降ってきましたよ。ほら本格的に降ってきたかな。国道5号線です。今日はほぼ5号線をね走る感じですね。おお、太陽が照ってるぞ。雨上がりましたね。長万部町に入りました。
元日の初八重ありがとうございます。さあ間もなく海岸線に出ますね。ほら海が見えてきました。久しぶりの海です。おお波少ないね。おいい感じ。あ雨が上がってよかった。でも向こうの方もね結構雲があるからね、まだまだ油断はできません。もっとスカーッと晴れてほしいな。さあそろそろ、出発してから1時間半ほどかかって、ね、経ちました。ちょっとねどこかで休憩がてら、カメラのねバッテリーもそろそろ切れる頃なので、交換したいと思います。八雲町、八雲町です。バッテリーを変える変える言ってほった、ね、そのままに走ってたらバッテリー切れちゃってました。なぎだね。あちょっとほんのりと磯の香りがします。ありがとう。おー綺麗だね。あーこの下にまた線路が走ってるね。今日宿泊します東大沼キャンプ場はですね無料のねキャンプ場なんですよね。それも結構人気らしいんでちょっと早めにね着いておきたいと思います。で多分お昼頃にはもうね着けると思いますんで、まあゆっくりね、して今日はねちょっと、体を休めたいと思います。さあここで5号線とはお別れして278号線に入ります。さあ今から向かいますのは道の駅鹿部間欠泉公園に行きたいと思います。なんか15分に1回ね、間欠泉が噴き出すそうでちょっとそれもね見てみたいです。国道278号線いいねこういう道。あここも鹿が出るんだね。鹿部町に入りました。さあ鹿部間欠泉公園あと10キロ。お鹿鹿鹿鹿鹿鹿だ鹿。おー鹿群れ群れ。おー3頭もう出てこないよね。鹿の親子ですかね。一番最後のは小さかったね。あれが急にピュンと出てきたら大変だ。もうこっちも命がいくつあっても足りんかもしれんな。キタキツネがね見たいな。去年は見れなかったし一昨年はね見たんですけど、ちょこの辺りでキタキツネっているのかな。さあここで国道とは分かれまして道道43号線やったかな。ここ左です。はい道の駅鹿部間欠泉公園到着いたしました。先ほど
すいません、いきなりバッテリーが切れちゃって、もうね、いきなり道の駅に着いちゃいました。こちら鹿部間欠泉公園です。道の駅物産街って書いてあります。すいません、はい、入場1名です。ありがとうございます。300円から来ますね、はい、10分少々の間隔で来ていただきます。ありがとうございます。近くへ行くという空港も中におかしくなります。はい、はいはい、ここが吹くのか。あんなとこまで上がるんだ。10分間隔ぐらいです。しばらくお待ちください。おお、浮いてます、浮いてます。浮いてますね。あ、もうこれで終わりか。演出が終わりました。気持ちいいね。はい、鹿部の海です。波の音聞こえるでしょうか。結構波はね、静かな方だと思います。で、この海の目の前が鹿部間欠泉公園、道の駅ですね。さっき間欠泉が出たのは外の黒い方ですね。今日は時間がたっぷりありますからね、ゆっくりできます。まあ、先ほど足湯もしましたけども、足湯、あの間欠泉のね、噴出したお湯を利用してるそうなんですけど、噴出した後めちゃくちゃ熱くなるんですよね。びっくりした。うん、はい、道の駅鹿部間欠泉公園からでした。はい、次に向かいますというか、まあもう次が今日の最終目的なんですけど、東大沼キャンプ場にね、向かいたいと思います。それでは最後の力を振り絞ってレッツゴー。人いっぱいだったらどうしようかな。今のところは天気はまずまずだけど、雲が鬱陶しいよね。時々黒い雨雲がにょーんと移動してくるから、そんなに大振りはしないからまだいいけど、まずテントが建てられるところがあるかなって、そこが心配だな。大沼公園キャンプ場、駒ヶ岳がちょっと見えてるぞ。あ、ここだ、ここだ。あ、そんなに来てないね。どこにしようかな。高いところがみんな撮ってるよね。
ただここならいいでしょう。ここをキャンプ地としましょう。さあ荷物運ぼう。今ですね、東大沼キャンプ場にキャンプインしました。私のサイトはこんな感じです。まあテント自体はいつもと全然変わりません。はい、で周りを見渡すとね、こんな感じです。ここはね、大沼という沼があって、向こうの方にもタイプがあります。ここはね、ちょっと木陰になってるんで、こちらを選びました。あー涼しい、涼しいですね。今まだね1時半なんですけど、日差しはきついんですけど、影はすっごく涼しいですね。まあ夕方までちょっとのんびりして、その後風呂入ってから戻ってきて食事にしたいと思います。では後ほど。ではですね、ちょっとねキャンプサイトをちょっとね散策してみたいと思います。ここはねちょっと木がいっぱいあって、影がねあって涼しいです。ここがねトイレです。小川というほどでも、水が流れてないですね。ここがね、炊事場になります。はい。こちらが、大沼ですね。駒ヶ岳は多分あっちの方だと思うんですけどね。まあ、広い、そこそこ広いサイトですね。あそこにも水事塔があります。トイレもあります。車両が横付けできないんで、まあね、私ちょっと荷物も多いんで、入り口近くのね、まあ、木の陰にテント張りましたけども、車で来てる方だったら、なんかね、台車というか、バレるものをね持ってきたらいいかなと思いますね。そうか、人数がいれば人海作戦でっていう手もあります。ここまで奥まで来るのはねちょっとね一人で、まあ、大変ですね。今日まだ昼過ぎなのでね、こんなにデイキャンプの人なのかな、ちょっとわからないですけど少ないですね。夕方になったらもうちょっと来るのかな。まあこういった歩道というかね、もう一応整備されています。まあ、これがね無料で使えるっていうのがね非常にありがたいですね。本当はこういうところがいいんでしょうけどね。あ、今日風はきついね。焚き火ができるかな。あ、ここから、ここに歩道があって、ここにバイク止めて、荷物下ろしてから駐車場にしてもよかったのかな。あ、ここに駐輪場があるね。キャンプ場、駐輪場、利用場の注意点。東大沼野営場。はい、どうなのかな。東大沼八重城に来たぞー。おいしょ。あそこに店があって、前に自販機がありますね。飲み物なくなったら買ってきましょう。はい、ではビールで乾杯したいと思います。よいしょ。ちょっと泡ばっかりだけど
乾杯。東大沼キャンプ場ありがとうございます。乾杯。では最初の一品目は途中のね道の駅で買ったイカ飯です。湯煎にして食べればいいみたいですね。ではねちょっと今から湯煎したいと思います。湯煎するほど浸からんないけどな。もうちょっと出るか。先沸かした方がいいな。よし、よいしょ。あー気持ちいいね。ほんといい風吹くわ。ちょっとこっちから吹いてんな。これ焚き火できるかな。焚き火が厳しいかもわからんね。火つけてみて状況次第ではちょっとやめます。焚き火ね、ちょっとこれだけね木を集めてきたんですけど、まあこんだけだったらすぐ終わっちゃうんだけど、まあね少しでも楽しみたいなと思いまして。さあそろそろ湯煎ができたみたいなんで、はい湯煎できました。ではイカ飯いただきます。うん、おいしい。イカ飯おいしいです。おいしいよ。最高。はい、続いてのメニューはこれです。タコ天とイカ天です、ね、これをねちょっと簡単に炙ってね食べたいと思います。こちらでしょう。はい、イカからいくかな。よし、前ぐらい行くかな。よし、よし、ガテンいただきます。うん、おいしい、おいしいです。はい、続いてタコ天焼いてます。今しばらくお待ちを。あー日が暮れてくるとだんだんもっと涼しくなってくるね。ではタコ天いただきます。うん、中辛って書いてあったけど結構ピリピリする。うん、そらビールが合うわ。うん、夕日というかね、見に浜辺に行きたいと思います。よし、まぶしいです。よいしょ。うわ、こういうの見るとちょっと沼っていう感じするね。はあ、よっしゃ、いいね。
ぱり湖っていうのは沼の方が合ってるな。この辺見ると沼っていう雰囲気。よいしょ。お、駒ヶ岳が見えます。あれね、尖った山、あれ駒ヶ岳です。もうちょっとしたら夕日が赤く染まるのかな。もしそうなったらまたね撮りたいと思います。はい、焚き火に火がつきました。風があるんでね、よく燃えてますね。まだ火はちょっとね高いですけど、今キタキツネいましたね。撮れてるかな。大沼の夕日です。よいしょ。アゲハチョウ。明日は天気かな。お天道さん、よろしくお願いします。今日はですね、ニセコのキャンプ場を出て、まあここ東大沼のキャンプ場に午前中に着きました。まあ途中ね、間欠泉を見たりとかねしただけで、特にね、なんか立ち寄ったりするところもなかったです。まあ、お昼頃について、本当にね、ゆっくりできています。明日ですけども、ここ、東大沼キャンプ場を出て、恵山岬を通って、日浦ドーム、ドームを通って、立ち町岬、立ち町岬ですね、を行って、それで最終ですね、知内町の、農村公園というところで、キャンプをしたいと思います。明日は180キロ弱のね走行になります。またね、そんなにね長くこと走ることはないと思うんですけど、まあ、早めに着いてまたゆっくりしたいと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。また明日よろしくお願いします。おやすみなさい。